ちょっと白っぽい色にしてみようと思います。よいしょ。で、私は基本こうやってちょっとスマホとかからはみ出る方がなんか個性的でかっこいいかなって勝手に思ってます。硬化してきます。はい、では硬化してきました。もうほとんどパーツがくっついてます。ではこの中を作っていきたいと思います。計画は全く立っていません。とりあえず宇宙を作りたいという気持ちのみでやっています。ここにこのホログラムたちをちょっと入れてみようと思います。使うのは紫とブルー、青も入れて、じゃあここにこうして月をくっつけたいです。はい、ではちょっとこの中を宇宙っぽくしてみました。で、もう硬化してます。で、ちょっとストーリー的にどうしようかなって悩んだんですけど、ちょっとここにあえての魔法陣をちょっと入れてみようと思います。これでちょっとレジンを流していこうと思います。まずここですね。こんもりしちゃったので、シャインダストのグリーンを周りに乗せていきたいと思います。こんな感じになりました。これで硬化していきたいと思います。ちょっと宇宙ということで、銀の斜めをちょっとだけ加えようと思います。目立たなくなっちゃうか。しつこいかな。とよく。硬化していきたいと思います。では硬化してきました。ではまだ硬化が足りないので、ちょっとここの中をちょっとぷっくりさせるのと、もっと宇宙感を出したいので、ちょっとずつ層にしていきたいと思います。
たび降下してきます。では降下してきたので、ちょっとラメ入れすぎたなという後悔があるんですが、全体的にまたレジンを流して仕上げていきたいと思います。ちょっと丁寧めに生地を流してみました。見残しチェックして硬化してきます。はい、では完成しました。どうでしょう。これいろいろ意味があって、これとこれとこれはストーリーがちょっとつながってて、こことここのストーリーは先ほどお話しした通り、ここに至るまでにもう一つここに多分来ると思うんですけど、この子の生まれ変わりがですね、この子の生まれ変わりがこの女の子で、でいろんな新しいこう翼を持って生まれて、でこの子の能力を表すちょっと魔法陣みたいのを入れてみました。でここにこの狼であるこのフェンリルの片鱗、これもまた生まれ変わりですね、生まれ変わりの片鱗がそばにいるみたいなイメージをこう立てて作ってみました。なのでやっぱりちょっとこの中は宇宙なんですけど、ここは異空間っていうイメージで作ってみました。ちょっといろいろごちゃごちゃしちゃってますけど、これはこれでいいかなと思います。で、ここを出したのはなんかちょっとバックチャームみたいので、こうやってなんかつけようかなって思ったんですが、だいぶうるさくなりそうなのでやめようと思います。何かしらはちょっとつけてやろうかなと思います。かなりキラキラです。こっちもだいぶキラキラしてるんですけど、まさかこっち以上にこっちがキラキラするとは思いもよりませんでした。はい、ではスマホケース、宇宙の舞神話シリーズ第3弾。こっちも撮っておけばよかったですね。録画しておけばよかったですけど、多分ここの間にこれから入るので、
お楽しみ。それではバイバイ。